どんな気になるか。ね、P 波がポンと出た、PAC がポンと出たので、ね、ここに P 波は普通に出ます。まあ、学校生かもしれません。わかりませんが、普通に出ます。はい。P 波があって、本当だったらどうなりますか？こうなりますよね。本当だったら。ね、そこを通って、で、こっちでちゃんと順方向に流れたら、こういう波形になるんですけども、ここに検討速があってですね、不合気が出してるので、こっち通してしまうんですよ。はい。通します。で、ね、防湿結節は上と下をですね、こう、一瞬収縮させないために、時間差はここで作ってくれてるんですけども、ここにはそういう機能はありません。もう単なる回路ですから、刺激が来たら通すと。不合気が出してるから、無条件に通しますよ。ポンと通してしまいます。となると、こっちを通っている間、防湿結節を通っている間に、こっちからの刺激がですね、ブワーッと広がっていくわけですね。はい。P 波は PAC が出て、普通に出ます。ポンと出ます。収縮が始まって、こっちにポンと通します。はい。もうこっちから刺激が始まります。となると、心電波形で言ったら、ここがそのままだったらこういう波形になっていくんですけども、もう刺激通すので、こっからですね、こっからもう立ち上がっていくわけですよ。ESVP、超合点でした。本当にすごいです。と称賛されたセミナーで、頻脈に困らなくなります。こちらのセミナーが書籍になりました。Amazon で購入することができます。この書籍にはセミナー動画がついており、こちらのQR コードから読み取り、何回でもご視聴いただけます。ここからお得情報です。谷口総氏ホームページから書籍価格の 30% オフでこのセミナー動画をご視聴いただけます。詳細は説明欄をお読みください。このセミナーのゴールです。この PSVT をですね、理解する。これはもう当然です。どういうレベルで理解するか、上質頻繁でですね、説明できる人になると。はい。まずですね、数で分解します。次に図を使って分解していきます。これで、ね、今度は描いて分解していきます。で、この PSVT を理解する。それがですね、今回のセミナー。まず今日ですね、PSVT というものをやるんですが、実はですね、PSVT という不整脈はありません。PSVT というのはですね、ただ単に名前です。心電図を読めるようになるためのセミナー、谷口総氏のセミナー、心電図のセミナーを受けたことある方をですね、対象としておりますので、そこはですね、その基本的なところは今日はやっていきません。今日はこの PSVT に関してやっていきますので、もしですね、まだ谷口総氏のセミナーを受けたことないよ、不整脈、特に不整脈ですね、受けたことないよと言われる方はですね、こちらもですね、してみてください。 SVT 何種類か3種類です。 AT、AVNRT、AVRT この3種類なんですよ。 AT と言われるものは臨床で出る確率 10% です。 AVNRT どのくらいの頻度で出ますかというと 50%、 そして AVRT に関しては 40% 出ると。 AVNRT と AVRT でですね 90% 占めるわけですよ。 PSVT と言われたら AVNRT と AVRT をこの頭に連想できればもうそれで、はい、臨床では十分やっていけると思います。やるポイントとしてはここをやっていけばいいんです。心電図が得意な方、確率としては2分の1なんです。作れるみたいな。さらに図で分解していくと、この図が出てきました。これですね、実は、この方が書かれてます。医療系クリエイター、酒井。図で分解すると、こういうイメージになります。はい。これもあります。AVNRT は、ね、これもありますよ。AVNRT は大きく回りますよ。これが、この図で分解した形になります。描いて分解していきましょうと。AT ですね。これが心房頻拍と。PSVT はですね、ハートレートは160から250ぐらいなんだよ。回路同じ速度で回るので、RR 間隔はレギュラーになるんだよ。上質性なので、QRS の幅も狭いよ。そして、発作的に起こるものを PSVT と。はい、それではこれからですね、描いていきますので、ペンの準備は大丈夫です。AT の話はここで終わりになります。こっから本題に入っていきます。いきますよ。AVNRT って一体何ですかということは、先ほど言った防湿結節リンプリ性頻拍です。今度は防湿結節の話です。はい、ぐるんときて、両方回す、はい、ぐるんと上がる、ぐるんとくる、こうなりますね、はい、これは不合気が、不合気があるんですけども、不合気がね、来たときにですね、不合気からですね、出してしまうんですよ。これが続くと、AVNRT になるということですね。こういう2つの場合があるんですけども、数的に言うと、こっちの方がですね、もう 90% 以上占めてしまうので、もうほぼこれだと思っていただいて構いません。スローファーストの場合です。防湿リエントリー性頻拍、ここでぐるぐる回ってしまうという。これが順方向です。はい。この検討速を通って順方向に回りますよ。ということなんですね。じゃあ、ここで心電図を描いてみましょう。これが分かったら心電図どうなるかということですね。これが問題の8です。問題の8。逆行性です。はい。検討速を逆に通った時。じゃあ、この時にですよ。この時に、これが成立した時に、どういう波形になりますか？さっきと違いますよ、今度は。このデルタ波を持っている心電図。これ特徴的ですね。これが WPW 症候群と。そうですよね。PSVT を読もう。そういう努力はですね、もうやめてください。はい。ここまで来て、もうどんでん返ししますけども、やめてください。言いましたよね。不整脈で一番大切なことは何ですか？これ、ここで言ってます。不整脈を読むので一番大切なこと。これはですね、窒息不整脈を見逃さないってことなんですよ。わからないものを全部 PSVT って言ってました。その通りなんです。
結局結果論なんです、 PSVT がどうか